はい、どうもこんにちは、バシーとミクです。はい、本日紹介するのはこちら、じゃーん、雪ミクアソートです。はい、北海道の方で最初に発売されたんですけども、いずれ全国に回るガシャポンですね。本日はこちらの方11回回してきたので、そちらの方の結果の方ちょっと見ていきたいと思います。はい、バシーとミクチャンネル。さて、ラインナップの方なんですけども、今回これはガシャポンの、くじみたいになってまして、均一アソートではないです。はい、まず C 賞ですね。 C 賞が、缶バッジ全8種類になってて、で B 賞がラバーマスコット全4種類、そして A 賞が、ゆきみくちゃんと、みくちゃんのビッグサイズフィギュアになってますね。全長約5センチだそうです。はい、まあ、こんな感じの、12種類になって、あ、ごめんなさい、14種類ですね、14種類になってます。はい、でですね、今回僕はワンダーフェスティバルの方で、見つけて11回回してきたんですけども、もう全部いっぺんに開けてみちゃいましょうか。いきます、せーの、じゃじゃん。はい、こんな感じの結果になりました。じゃあ一番下の方の賞から見ていきましょう。まずは C 賞ですね。缶バッジがですね、10個当たりました。で、B 賞が1個となりました。いや、ひどいですね同じマシンで11回回したんですけども、まさかこんな結果になるとは予想してなかったですね。いや、さすが A 賞だけあってなかなか当たりにくい。はい、じゃあ缶バッジの方何が当たったのかちょっと見ていきましょう。まずはゆきみくちゃんですね。ゆきみくちゃんの方はまず A と B があるんですけども、それは無事手に入った状態ですね、こちら。はい、缶バッジ自体非常にキラキラしてていい感じですよね。ちょっと1個開けてみようか。はい、袋から開けてみました。はい、まずは A ですね。ゆきみく A の方なんですけども、可愛くできてますよね。フード被ってる状態が A ですね。なるほど、キラキラしててすごく綺麗。後ろの方には雪のね、結晶とかがありますね。ちょいちょいプリントされてていいと思います。はい、で続いて B ですね。ゆきみく B、 こちらはフードを外した状態で手を合わせてるのかな。これも可愛いですよね。 SD 化されたミクちゃんたちはやっぱり可愛い。これも同じで、後ろの方に 雪の結晶がありますね。はい、なるほど、可愛くできてるね。で、裏の方はこんな感じ。これは普通の缶バッジですね。これはぜひとも保護して使いたいですね、はい、はい、続いてミクちゃんの方見ていきましょう。ミクちゃんの方も2種類あって、A と B の2種類がありますね。で、僕が当たったのがこちら A ですね。 B は残念ながら当たりませんでした。はい、じゃあミクちゃんの A の方だけ見ていきましょう。ミクちゃんのカラーの、缶バッジになってて非常に可愛くできてますね。で、ポーズはこれあれですね、フィギュアのやつと一緒のポーズしてますね。はい、こんな感じになってますね。うん、可愛くできてていいんじゃないでしょうか。やっぱり可愛いで、キラキラしててすごく綺麗ですねこんな缶バッジ僕は見たことないな。メタリックの缶バッジっていうのがあったんですけどね。はい、じゃあ順番ずつ見ていきましょう。ここから鏡で、ね、リン、レンかな。よいしょ。はい、リンとレンのやつは2人一緒になってますね、はい、リンはリン、レンはレンという風に分けて欲しかったというような気がするんですけど、まあ、これでレン君が当たったらね、僕結構投げてますのでいいのかなと思います。はい、でリン、レンと可愛く書いてありますね。この2人もやっぱり可愛くていい感じで、黄色い缶バッジやっぱりいいですね。キラキラしててすごく綺麗で、続いて見ていきましょう。ルカネですね。ルカネも可愛くなってますねいつもは大人っぽい雰囲気なんですけども、その雰囲気もどっか行っちゃいますね。はい、可愛くできてていいと思います。ピンク色の缶バッジ、いいんじゃないでしょうか。そしてこれで最後ですね。メイコですねカイトが当たらなかったので、フルコンプは残念ながらできなかった感じですね。ミクちゃんの B とカイトが当たらなかった状態ですね。メイコのような缶バッジ、赤い感じでいいですよね。かっこよくできてます。この服装は V3 かな。はい、で缶バッジは以上になりますね。あと全部被ってしまったのではい、紹介は省きます。で続いて、B 賞の方見ていきましょう。はい、B 賞なんですけども、ラバーストラップですね。ラバーストラップが無事1個だけ当たってくれましたしかも最初の1回目でこれが来て、あとの10回全部缶バッジでした。いや、ひどいもんだはい、じゃあちょっと、見ていきましょう。すごく可愛くできてますね。これはネギの抱き枕かな。そのネギの抱き枕に僕はなりたい。はい非常に可愛くできてていいと思います。で、缶バッジの、B の方が、この柄のミクチャなので、まあそういった意味では紹介できてよかったのかと思います。はいまあこういった紹介になってしまったんですけど、 A 賞の方ができれば紹介したかったな。 A 賞の方はなんかマシンの中に1個か2個しか入ってないみたいで、すごくレアみたいなのでね、またあったらちょっと回してこようかと思います。
はい、というわけで、雪ミクアソートの紹介でした。今回は残念ながらですね、A 賞の方のミクシャのフィギュアがですね、レビューできなかったんですけども、まあ、次回にはレビューしたいかなと思います。手に入ったらの話ですけどね。はい。缶バッジの方割と出来が良くて、キラキラしててね、コレクション性も高いですし、バッグにつけてもなかなか見栄えがいいんじゃないかと思いました。ラバーマスコットの方も出来は普通のラバーマスと同じなので、まあ、バッグにつけたりだとかね、携帯につけたりいろいろ用途があると思います。はい。まあ、何にせよこのガチャは外れはほとんどないっていう風に考えていいでしょうね。はい。いずれ全国展開されるので、その時にですね、また回していきたいと思います。というわけで、雪ミクアソートの紹介でした。紹介したのはシート。ミクでした。はい、またねー。じゃあねミクと。ハッシーからお願いがあります。はい、チャンネル登録と動画の評価をお願いします。ツイッターもやってますので、ぜひフォローお願いします。それでは、バッシーとミクチャンネルをお願いします。